ナイル川、ナイル川、ナイル川はアフリカ大陸東北部を流れ地中海に注ぐアフリカ最長級の河川である。長さは 6650km、流域面積は287万 km に上る。一般にはビクトリア湖が源流だと思われているが、ビクトリア湖には多数の流入河川が存在し、一方でビクトリア湖からの流出河川は、 ナイル川しか存在しないため、ビクトリア湖をナイル川水系に含み、そこに流れ込む河川の長さも、ナイル川の長さに加算するのが普通である。ビクトリア湖に流れ込む河川のうちで、最大最長のものは、ルワンダに源を持ち、ルワンダとブルンジやタンザニアの国境をなし、さらに、タンザニアとウガンダの国境をなした後、タンザニアのブコバシュ北方で、ビクトリア湖に流れ込むカゲラ川である。 そのカゲラ川の支流のうちで最も長いものは、ブルンジ南部のブルリ県を水源とするルビロンザ川であり、これがナイル川の最上流であるとされる。ビクトリア湖、標高1134メートルは、赤道直下のサバナ気候であり、降水量も多い。ビクトリア湖から下流は、ビクトリアナイルとも呼ばれる。ビクトリア湖からのナイル川の流出口は、湖北部の神社であり、流出口には、 記念碑が建てられているほか、オーエンフォールズダムが建設され、発電を行っている。ビクトリア湖から約500キロメートル下流に行くと、清河湖を経て、120メートルの高さのある、マーチソンフォールズを通り、アルバート湖、標高619メートルに着く。アルバート湖には、他にもウガンダ南西部のジョージ湖から、カジンガ水路、エドワード湖を通って流れてきた、セムリキ川が注いでいる。 アルバート湖からは、アルバートナイルとも呼ばれる。南スーダンに入り、急流を一つ越えると、首都ジュバである。ジュバからは、勾配が非常に緩やかとなり、少し北のモンガラシ周辺からは、スットの影響を受けるようになる。支流のバハルエルイコールがザル川との湖で合流し、そこからは、シロナイル川と呼ばれる。この辺りは、スットと呼ばれる、大湿原となっており、 ここで蒸発して流量が激減する。小ネ時代はここは、複雑な流路と追い茂る水草によって、南北の交通を阻む障壁となってきたが、蒸気船の登場以後は、航路が設定されるようになった。さらに、セットの出口であるマラカル市の南でエソバト川を合わせる。マラカルからハルツームまでの8 0 0トルの、標高差は1 2ルに過ぎず、非常に緩やかな流れとなる。 白ナイル川は、スーダンのハルツームで、エチオピアのタナコから流れてくる青ナイル川と合流する。ハルツームを過ぎて八十キロメートルほどで、ナイル川には再び急流が出現する。これは、北から数えて六番目の急流のため、第六急流と呼ばれる。ここから、エジプトのアスワンまでの間にある六つの急流は、エジプトとスーダンの間の周運を拒み、交通の障害となってきた。 しかし、この急流の区間は、古くからエジプトの影響を受け、ヌビアと呼ばれて、独自の古代王国を築いていた。第六急流の北、200キロメートルほどのところには、古代の駆守王国の都であった、メロエ、メロがある。さらにその北、ハルツームから約300キロメートル下流の跡バラで、支流の跡バラ川と合流する。これ以北は完全な砂漠気候であり、 ナイルカ国を除いてほとんど人は住まなくなる。また、これ以北では、ナイルに注ぎ込む常時水流のある支流は存在せず、わずかに、降水時に、水の流れる和地が点在するのみとなる。第四急流付近には、メロエ以前に、クシュの首都であったナパタ、ゲベルバルカルがある。この付近に2009年メロエダム、メロデカメートルが完成し、大規模な発電を開始した。エジプトに入ると、 アスワンハイダムとそれによってできたナセル湖がある。ナセル湖の長さは5 5 0トルに及び、その南端はスーダン最北の町、ワジハルファを越えさらに南まで伸びている。アスワン以北は古くからのエジプトであり、幅5トルほどのナイルカ国に人が集中するようになる。アスワンからカイロまでは上、エジプトと呼ばれる。この区間ではナイル川はほぼ一本の河川であるが、 北西へと流れる支流があり、カイロ南西にファイウムオアシスを作って、カルーン湖に注ぎ込む。それからさらに北へ流れ、カイロから北は三角州が発達している。ナイルガー三角州は、ゲイエジプトとも呼ばれる。三角州は、アレクサンドリアからポートサイドまで、約240キロメートルの幅を持ち、東のロゼッタ支流と西のダミエッタ支流という二つの、主流と多くの分流に分かれ、 地中海に注いでいる。上流のアルバート湖付近のアルバートナイル川の流量は約1048立方メートル秒であり、一年を通じて大きな変化はない。南スーダンのサッドシッチにおいては蒸発産により流量が大きく減少し、約510立方メートル秒となる。サッドシッチを降り、マラカルでソバト川と合流する。ソバト川は、 エチオピア高原に源流を持つため流量の変化が大きく、増水期の3月には約680立方メートル、秒であり、滑水期の8月には約99立方メートル、秒となる。増水期には浮遊物が多く、これがナイル川に流れ込み、白ナイルの語源となっている。ソバト川の影響により、交流点付近の白ナイル川の流量も、 約609立方メートル秒から約1218立方メートル秒の範囲で変化している。その後、ハルツームで青ナイル川を後原で後原川と合流する。後原より下流では砂漠気候の中を流れ大規模な河川の合流はない。この地方のナイル川は乾燥地帯を流化するために蒸発酸による影響を大きく受ける。 1>, 1月から6月にかけての寒気の間、青ナイル川の流量は約113立方メートル秒であり、ナイル川の流量のうち、白ナイル川からのものが7割から9割を占める。後原川は、浮き以外ほとんど流量はない。後原川も青ナイル川もエチオピア高原に源流を持つため、高原の浮きには両河川の流量は大きく増大する。 特に青ナイル川の流量増大は非常に大きなもので、8月の青ナイル川流量は約5600立方メートル秒以上となり、ナイル川の流量のうち8割から9割を占める。また、特に青ナイルは標高1800メートルの棚湖から短い距離の間に急激に高度を下げるため、川床を侵食し大量の堆積物を下流にもたらす。この土は肥沃であり、 洪水時に堆積するエジプトにおいて長い間、富をもたらしてきた。アスワンハイダム建設以前のエジプトアスワンにおける流量比は、滑水期と増水期で15倍に達した。1971年のダム建設後は、ダム下流のエジプトにおいて1年間の流量変化は、ほとんどなく、年間通じて同じ水量が流れている。ナイル川は、エチオピア高原が隆起してきた以降に、 形成されたと考えられている。中心よ以降、その状況は5つの時期に分類される。中心よの頃のものはコナイルと呼ばれ、侵食系であった。その頃は地中海海盆は干上がっており、この盆地に向けて峡谷が形成されたものと思われている。コナイルによって形成された峡谷は埋積され、現在ではそれらの領域の一部にガス田が見られる。 現在のナイル川となったのは、更新予末期のことである。一万二千五百年前には、最終表記の終わった影響によって、ビクトリア湖の水位は急激に上昇し、それまで閉鎖湖だったものが、北のナイル川水系へと溢れ出した。この時に、ビクトリア湖は、現在のナイル川水系に接続された。ナイル川流域、特に下流のエジプトは、 世界で最も古い文明の起こった土地として知られている。エジプト語では大きな川という意味のイテルと呼ばれた。紀元前3800年頃にはすでに古代エジプト文明が成立しており、紀元前3150年頃には統一国家を形成してエジプト公王国となり、以後も肥沃なナイル川流域を基盤として独自の文明を築いた。その南に広がるヌビアにおいても、 エジプト文明の影響を受ける形で王国が形成され、紀元前2200年頃には、クシュ王国が建国された。クシュは、エジプト新王国のトトメス一世によって滅ぼされる。ものの、紀元前900年頃、マイル第四急流のそばにあるナパタ、デベルバルカルにおいて再興し、紀元前747年には逆に、第三中間期のエジプトに攻め込んでエジプト第25。 王朝を建設した。50年後に、アッシリアのアッシュールバニパルに敗れ、第25王朝は、エジプト支配を失うが、ナパタの王朝はそのまま存続し、紀元前6世紀頃に、南のメロエへ戦とした後も長く栄えた。メロエは、鉄鉱石と樹木が豊富であり、盛んに製鉄が行われた。やがて下流のエジプトは、ペルシア帝国に支配され、 アレクサンドロス帝国に支配された後、ギリシャ系のプトレマヨス朝の下で独立を回復したが、紀元前30年、クレオパトラ7世の時代に、アクティウムの海戦によって、ローマ帝国に支配され独立を失い、皇帝直轄地、アエニュプトゥスとなった。しかし、ヌビアの独立はこの時代も保たれた。メロへの王国が滅ぼされたのは350年頃。 エチオピア北部を本拠とするアクスム王国によってとされているが、異説もある。メロへ滅亡後、ヌビアは北のノバティア、ドンゴラを首都とする中部のマクリア、ハルツーム周辺を本拠とする南のアロディアの三王国に分かれた。この頃、三百九十五年には、ローマ帝国は東西に分裂し、エジプトは東ローマ帝国領となった。四世紀から五世紀にかけてはエジプトでも、 ヌリアでもキリスト教が受け入れられるが、639年のイスラム帝国の信仰によってエジプトは征服され、以後イスラム化した。ヌリアではキリスト教王国がその後も長く、明脈を保ったものの、北のイスラム勢力からの圧力によって徐々に弱体し、最後まで残ったアロディアも14世紀頃には滅亡して、イスラム教徒による粉塵王国などが建てられた。 19世紀に入ると、エジプトで、オスマン帝国から、半独立の王朝を作り上げたムハンマドアリーが、ヌビアへと侵攻し、粉ジ王国を滅ぼし、さらにその南に居住する、ヌエル人やディンカ人、シルック人を征服して、現在のスーダンの半島に至る、中流域を、エジプトの支配下に組み入れた。イスマー・イール・パシャの時代にはさらに軟化し、 1869年には、スーダン南端のゴンドコロ、現在のジュバまで進出して、赤道州を設置し、1874年には、チャールズ・ゴードンを初代総督に任命して、ガンダ方面への進出を図った。一方、上流域においては、南諸や急流によって、中華流域とは断絶され、ほとんど関係のない歴史を歩んだ。15世紀頃には、 ビクトリア湖畔に領域国家が出現し、19世紀に入ると、モンバサなどのインド洋沿岸のスワヒリ文化圏からのキャラバンルートが上流域に到達して、ブニョロ王国やブガンダ王国などが、インド洋のアラブ人交易圏と遠距離交易を行ながら繁栄した。ナイル川源流を探ることは古代より行われていた。しかし、サッドシッチなどの航路の難所を越えることができず、 源流は不明のままであった。古代の地理学者もナイルの源については知らず、様々な推測によって地図を描く、より他はなかった。紀元前5世紀のヘロドトスはナイル川は西アフリカから闘神した後北上してエジプトに流ゴムと考えていた。1世紀にはギリシアのディオゲネスという船乗りがインド洋交易の基土に東アフリカの海岸から内陸部に入り込み、 25日間ナイルの源流を求めて奥地へ旅をしたとされる。彼の報告に基づき、2世紀の地理学者クラウディオス・プトレマイオスは、ガツの山脈とそのふもとの二つの湖がナイル川の水源であると考えた。アラブ人もナイルの源流については知らず、1355年に出版されたイブンマトゥータの著書、諸都市の新規さと旅の脅威に関する、 観察者たちへの贈り物でも、ニジェール川をナイルと記し、ニジェール川はナイル川の支流であると考えていた記載がある。16世紀頃からエチオピアとヨーロッパとの交流が始まるに従って、青ナイル周辺の地理は判明し始め、1615年には、ポルトガルのイエズス海の修道士であるペドロ・パイスが、タナコを発見している。七百七十年には、スコットランド人の探検家、 ジェームズ・ブルースが探検を行い、彼によって青ナイル川の源流がタナコであることがヨーロッパ人にも知られるようになったが、白ナイル川については不明のままであった。19世紀初頭には北のエジプトの総督がスーダン進出と同時にナイル川の源流探査を行い、1842年にはゴンドコロまで達したものの、その南までは進めなかった。 19世紀中盤に入ると、ヨーロッパ人のアフリカ探検が、盛んになり、ナイル源流の探索も、その主要なテーマの一つとなった。1858年に、イギリス人の探検家、ジョン・ハニング・スピークがビクトリアを発見した。彼は、リチャード・フランシス・バートンと共にナイル川の水源を探す探検を行い、まず二人で、タンガニーカ湖を発見した。その後、体調不良で、 タンガニーカ湖畔に残ったバートンを置いてスピークは探検を進め、1858年8月3日、ムワンザでビクトリア湖を発見した。この湖をナイル川の水源だと信じたスピークは、時のイギリス女王、ビクトリアの名を取り、ビクトリア湖と命名した。しかし、スピークの探検では、湖がナイル川の水源であることは確認できなかったため、タンガニーカ湖が、 ナイル川の源流であると考えるバートンとビクトリア湖がナイルの源流であると考えるスピークの大論争が勃発した。この論争に決着をつけるべく、スピークは1860年9月よりジェームズ・オーガスタス・グラントと共にザンジバルを出発して再び探検を行い、1862年7月28日、ビクトリア湖北岸の神社から大きな川が北へと、 流れ出していることを確認した。スピークは、この流出地点にある滝をリポンラキと名付け、これで謎は解明されたと考えて帰路についたが、しかし、この探検でも謎は残ったままで、論争はさらに続いた。1864年9月には、両者の討論会が予定されていたが、その前日に、スピークは、銃の暴発事故で死亡してしまう。この死には、不明な部分が、 多く、さらに論争の一方の当事者が死去してしまったことから、ナイル源流論争はさらに混乱した。その上、サミュエル・ベーカーとフローレンス・ベーカーのベーカー夫が1864年3月14日にアルバート湖を発見し、1866年にその結果を発表したため、混乱は頂点に達した。この論争を受けて、 デイビッド・リビングストンがこの地域を探検したが、彼はベーカーよりもさらに南、ルアラバ川とその源流のザンビアにあるバングウェウルコが、ナイルの源流であると考え、探査を行った。この探検の途中でリビングストンは、ヨーロッパとの連絡が一時途絶え、アメリカの新聞が派遣したヘンリー・モートン・スタンリーと、ウジリの村で開港するなど困難を重ねたが、源流の確定には至らず隠しした。 その後を継いだヘンリー・モートン・スタンリーは1875年、リポン・タを確認した後で湖を周遊し、これによって、ビクトリア湖がナイル川の源流であると確定したた。その後も、ビクトリア湖に流れ込む川の探検が続けられており、カゲラ川やその支流のルビロンザ川やなどが、源流とされるようになってきている。真の源流の探は21世紀に入っても、続けられており、 2006年にもブラジルとニュージーランドの探検家が新しい源流を発見している。ナイル川の源流がほぼ確定されるとイギリスをはじめとするヨーロッパ列強がこの地域に手を伸ばし始めた。特に最下流のエジプトに強力な利害を持つイギリスが熱心であった。もしナイル上流が他の列強によって支配された場合、ナイルの水に頼っているエジプトが甚大な被害を こうむる、可能性があったからである。こうした中、エジプトの圧政に耐えかねた人々の中から、モスリムのシャイフであるムハンマド・アフマドが立ち上がり、1881年にマフリー戦争を起こす。1882年にエジプトを保護国化したイギリスは、チャールズ・ゴードンを派遣したが1885年にハルツームが陥落し、ゴードンも殺害されて、 マフリー国家はほぼ現在のスーダンの領域まで領土を応させ、イギリスは一時スーダンからの撤退を余儀なくされた。しかし、その南方にあるエジプト最南端の赤道州には、総督エミンパシャが残留しており、孤立しながら、なんとか独立を保っていた。このエミンパシャの扱いが、後にイギリスとドイツの間の争点となることとなった。エミンパシャは本名をシュニッツァーという、 ドイツ人であり、彼を救出すると称して、イギリスとドイツがそれぞれ軍を派遣したのである。この救出作戦は、ヘンリー・モートン・スタンリー率いるイギリス隊に軍配が上がり、1889年にエミンパ社は救出されて、赤道州政府は滅亡した。これに対して出遅れたドイツ隊は、ブガンダ王国と友好条約を締結するなどしてこの地域に進出を図ったが、 結局1890年8月10日、ヘルゴランドイコール、ザンジバル条約により、何一度の線に、両国の境界線が引かれ、ナイル上流域はすべてイギリスの勢力範囲となった。これに基づいて、ナイル最上流にあたるビクトリア湖周辺にも、イギリスの触手が伸びた。ブガンダ王国やブニョロ王国、トロ王国、アンコーレ王国といった国々と条約を締結し、 1894年には、ウガンダ保護領が成立した。この頃、アフリカ最南端のケープ植民地首相に就任した、セシル・ローズは、カイロからケープタウンまでの鉄道、ケープカイロ鉄道と電信を付設する政策を提唱し、アフリカをイギリス植民地で南北に縦断させる、アフリカ縦断政策が 3C 政策の一環として、イギリス政府によって取られるようになった。 これに伴い、再び、ナイルガー流域に、イギリスの目が向けられるようになった。1898年にイギリスは再び、スーダンに侵攻し、同年のオムドゥルマンの戦いによって、ホレイ・ショキッチナーの指揮のもとフリィ国家を、ほぼ滅亡させた。しかしこの頃、フランスは、アフリカ大陸最西端のダカールから、サヘル地帯を、次々と植民地化し、 フランス植民地によるアフリカ横断、アフリカ横断政策を狙いた。この二つの政策は、オムグルマンの戦いから一週間後に、スーダン中央部、現在の南スーダン北部のナイル沿いの都市、ファショダ、孤独にて衝突する。フランス領赤道アフリカ主婦のプラザビルから出発した、ジャンバティスト・マルシャン将軍の軍が二年間かけてファショダに到達し、マフディ国家消滅の混乱をついて、 ファショダを占領したである。これは、ファショダ事件と呼ばれる。キッチナーの軍は、ファショダに急行して両軍は睨み合ったが、フランスが譲歩して撤退し、ナイルガー流域のイギリスの派遣はこれで確立された。この年、イギリスとエジプトの共同統治領へ誇りを、スーダンが成立し、こうして、マフディ国家の滅亡とともにナイルガーの流域の、ほとんどはイギリスによって一体的に統治されることと、 なったその後、1922年に、エジプトが、1956年に、スーダンが、1962年に、ウガンダがイギリスから独立し、この地域はすべて植民地支配から脱却した。しかし、上流域のウガンダやスーダンにおいては、内乱や紛争が絶えず、特に、スーダンにおいては、北部のアラブ人イスラム教徒と南部の黒人系。 キリスト教徒との紛争が激化して、1955年から1972年の第一次スーダン内戦、1983年から2005年にかけての第二次スーダン内戦が起きた。これにより、この地域の開発は遅れ、多くの死者が出た。結局、2005年の和平合意に基づいて2011年に2011年、南部スーダン独立住民投票が行われ、 圧倒的多数の支持を受けて同年、南スーダン共和国が独立した。ナイル川の肥沃な流域は、世界四大文明の一つである、エジプト文明を育んだ。古代ギリシアの歴史家、ヘロドトスは、エジプトはナイル川の賜物ものという言葉を、歴史に記している。ナイル川は7月中旬、エチオピア高原に降るモンスーンの影響で氾濫を起こす。この洪水は、 上流より、肥沃な土壌をエジプトをはじめとするナイルカ藩にもたらしていた。しかも、水位の上下はあれど氾濫が起きないことはなく、鉄砲水のような急激な水位上昇もなく、毎年決まった時期に穏やかに増水が起こった。砂漠気候でほとんど雨の降らないエジプトにおいて、この氾濫は、文明の屋台骨とも言えるものであった。この氾濫の時期を知るために、 世界最古の暦の一つであるシリウス歴が作られ、反乱が収まった後に農地を元通り配分するために測量時化学が発達した。古代エジプト崩壊後も歴代の統治者はナイルを重視し続けた。ナイルの水位を知るための水位計、ナイロメーターが各地に設置され、716年に建設されたカイロのローダ島のものをはじめ、 アスワンのエレファンティネ島などに現在でも数期が残存している。この古来よりの農法が変化するのは19世紀に入ってからである。産業革命によって綿布の生産力が飛躍的に向上し、原料としての綿化栽培が盛んになると、それまでの浅い水路を掘って洪水時の水を貯めていたベースン考え方式に変わり、 夏運河と呼ばれる通年灌溉用の深い水路が掘られ通年工作が可能となった。夏運河からは水車などで水が汲み上げられ農地へと供給された。これによってエジプトにおいて洪水は濃厚に必要なものではなくなり逆に洪水を起こさないようコントロールする必要に迫られることとなった。そこで1901年には水害を防ぐ。 タメアスワンダムが建設されたが、止水能力は大幅に向上したものの完全に洪水を止めるところまでは行っていなかった。そこで1952年にエジプト革命によって政権を握ったがまあるアブドゥルイコールナーセル大統領はアスワンハイダム計画を推進し、1970年に完成させた。アスワンハイダムが建設されることで、 ナイルの洪水を完全に防ぐことができるようになり、これまで洪水機には使用できなかった広大な農地を使用することが可能となった。さらに、ナセル湖からワーディケディード県などへの送水によって2250キロ立方メートルの農地開発を目的とした都市化プロジェクトが1998年に着工され、2003年に完成するなど大規模な開発が進められた。 アスワン領ダムの発電量は当時のエジプトの半分近くにも及んだ。湖の出現によってこの地域では漁業も盛んとなった。一方でアスワンハエダムの建設に伴いアブシンベル神殿やヌビア遺跡などの貴重な古代エジプトの文化遺産がダム湖に沈むため遺跡の高台への移動を余儀なくさせられている。また、 ナイル川が運んでくる肥沃な土壌が農地に届かなくなったため、肥料の大量投入によって自力を維持せざるを得ない状況となっている。現在、ナイル川下流地域では、灌漑による塩害の発生や土砂の流出などに悩まされており、エジプト政府はこの対策を迫られている。また、その南にあるスーダンにおいても、1920年代から始められた。 ゲジラ計画や1966年の路線レスダムなどの建設によって水利用と開発が進んだ。特にゲジラ計画は青ナイル川のセンナールダムから大規模な感染水路を引き、肥沃なハルツーム南のジャジーラ州を考えするもので、後に白ナイル水系にも1937年にジェベルアリダム建設して水を引き、最終的には 灌漑水路の総延長は 4300km、灌漑エリアは 8800km にも及ぶ大規模なものであり、この完成によってスーダンは早くも1930年代には世界有数の綿化生産国になると同時に小麦などの生産も向上してアフリカのパンカゴと呼ばれるまでになった。その後もナイル川の開発は進められ、1970年代後半には スッと似てナイル川の水量を増すためのジョンレイ運河の建設が進められたが、環境への影響と正常不安によって計画は放棄された。1989年にクーデターで実権を握ったオマルアルイコールバシール大統領は2009年に白ナイル川と青ナイル川の合流するハルツームの北にメローエダムを建設した。こちらも アスアンファイダムと同様に考古学者から貴重な古代駆使王国の文化遺産への影響を懸念す声も上がった。エジプトのアブドル・ファッターフアイコール CC 大統領はアシュートでの発電所、灌漑整備などナイル上流開発に500億エジプトポンド以上を投じる計画に着手した。政権への支持獲得とともに失業者が過激派に参加することを防ぐ狙いがある。 ナイル川の水は周辺諸国にとって貴重なものであり、激しい争奪戦の的となってきた。特にエジプトは国土全域でほとんど降雨がなく、外国からの流入地表水への依存率は97%、1996年にもする。エジプトに流入する河川はナイル川しか存在しないため、この依存率はそのままナイル川への依存率であり、 ナイルの水なしではエジプトが存立し得ないことが示されている。このことから1929年にはエジプトとイギリス、スーダンをエジプトと共同統治していたの間で推理協定が結ばれた。この協定において両国間の水配分が決定され、エジプトは自らの水の利用に影響する上流での河川、開発事業において拒否権を保持することが定められた。 さらに1959年には、スーダンとエジプトの間に、新たな推理協定が結ばれ、ナイルの年間水量840億立方メートルの内蒸発分100億立方メートルを、除いた555億立方メートルがエジプト利用分、185億立方メートルがスーダン利用分と決定された。この配分や、既得権はエジプトにとって非常に有利なものであるため、 特に上流域諸国において不満が高まっていた。そこで1999年2月にナイル川、流域イニシアチブ、ナイルベイシニーニシアティブ、ウビーが流域9カ国によって結成され、ナイル川の総合開発や水資源の配分について総合的に話し合う場となった。しかし上流域の不満は大きく、2010年5月にはナイル流域協力枠組み協定という新協定が、 提案された。これは他国に影響を与えない範囲で、自国内の水資源を自由に使えるようにするもので、上流域諸国の広い指示を得たものの、下流にあたるエジプトとスーダンは、水の割と量源につながるとして、これを拒否。一方上流域にあたるエチオピア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、タンザニアはこれに署名を行い、さらに、ナイル川の水量を上流で最も支えている、エチオピアは、 グランドエチオピアルネサンスダムの建設を推し進め、両陣営間の対立が表面化した。ナイル川、特に白ナイル川は、全般的に勾配は緩やかであるが、何か所か、急流や滝が存在するため、河川全域を通じての通行はできない。しかしその部分を除けば、航行は可能であり、川口からアスワンの第一急流までの間は、古来より交通路として、 非常に重要な地位を占めてきた。古代エジプト文明の時代より、エジプト人はナイルカハンに居住していた。特に第一急流までの間は河川交通によって密接に結ばれており、川口からここまでがエジプトとして認識される部分があった。エジプト文明が強力になるにつれて、その影響力は徐々に次の急流にまで伸びていった。 エジプト中央国期のエジプト第12王朝時代には第2急流のすぐ下流にまで難言が達した。急流部分には町が作られ交通の結節点となった。こうしてナイル川を河川交通路として利用することによりエジプト文明の影響力は最盛期には現在のエチオピアなど上流部にまで及んでいた。陶器においては季節風を利用しほかけ船により 川を沿行することができた。現在でも、ファルーカと呼ばれる小船が、交通手段として利用されており、観光船の運航も行われている。アスワンの南の第一急流には、現在アスワンハイダムが建設され、できたナセル湖には、アスワンとスーダン最北の町ワジュハルファの間に、定期船が就航している。ナセル湖には、アブシンベル神殿などの観光遊覧船も就航し、 多くの観光客を集めている。スーダンにおいても、ナイル川の河川交通は重要である。白ナイル州の南部にあるコスティシから、南スーダンの首都、ジュバに至る 1436km の水路は、道路交通の発達していない。この地域においては、生命線となっている。この間には、ナイル川の河川交通の難所として知られていた、南スーダンのスットシ地チがある。 この区間には多目的利用のジョングレー、運河建設計画があったが、生態系への影響や、すっとを通り抜ける風が湿度を失うことによって、スーダン北部の砂漠化がより進行することへの懸念、流域の正常不安などから、計画は1985年以来凍結されたままとなっている。ウガンダにおいては、過去に蒸気船航路が開設されたことがあるものの、現在では、 定期航路は解説されていない。カッコ内は最長流路上の河川。下流より記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。